ブーマとはゲノムコーポレーションによって開発された人造人間である。突如として起きた大地震により都市機能を失った東京は彼らによってゲノムシティとして蘇った。だがそれは同時に粗悪な改造ブーマによる暴走事故や凶悪犯罪を招く結果ともなった。それら多様化するブーマ犯罪に対処すべく創設された組織をアドバンスドポリス AD ポリスという。シークエンス N 発生、 AD ポリス出動せよ。それとも悪魔か、深い仕掛けのガラスの人形、抱いてもすぐに消えうせ、時計仕掛けの歪んだ空間、素敵で素敵な君は誰。いらっしゃい。客が来てびっくりすることはないだろう。すいません、この雨じゃお客さんなんて来ないと思って。へえ、葉巻なんかやるんだ。ええ、まあこれって消しても何遍も吸えるんだよね。ええ、そう。葉巻お好きなんですか？大嫌いだよ。え？いらっしゃい。いやー、びしょびしょだよ。まあ、いつものロックでね。はい、どうも。結城さとみです。まあ僕だけど。ただいま出かけております。メッセージのある方はピーという発信音の後にご用件をお入れください。僕だ、大事な話がある。いいのか、たった一人のおじいさんなんだろ。じいさんが5人も10人もいてたまるか。近頃の若者は敬老精神がないね。ケンジが待ち合わせの場所に来ないって言うから僕が迎えに行ったんだぞ。ほっとけばよかったんだ。ほっとけるか、いいお年だろ。俺はほっとかれたぜ、16年前。25年前、おじいさんとケンジのママは、ひどい大喧嘩をして親子の縁を切ったんだって。その後、おじいさんは随分自分を責めたみたいだよ。だけど、後悔しても娘さんは行方知れず。ねえ、マスター。マスターのおじいさんは元気なの？私のですか？そう、マスターの。もうとっくに死んじまいましたよ。
そっか。話を聞けよ。おじいさん泣いてたぞ。ケンジって孫がいるのも知らされてなかったって。もし知ってたら不憫な思いはさせなかったはずだって。な、それでも合わないのか？合わないね。なあ、だけどさ、やべ。ん？どうしたんです？し、あの足音。ん？マリーだよ。ちょっと金を借りててさ。いらっしゃい。ひどい雨。やっぱりここね。おせっかい二人目か。何？何か言った？いや、何も。何にします？いつもの。マンハッタンですね。おじいちゃん、署で待ってるわよ。うんざりだ。聞いたわよ。東京大震災の時、ママとおじいちゃん行き別れになっちゃったんだって。どうして会ってあげないの？会いたくないからに決まってるだろう。なんで？言いたくないね。間違い電話でした。お、ちょっと片付け物でも。いっ、大丈夫？大丈夫大丈夫。片付けるの手伝おうか？いや、とんでもない。お客さんにそんなことさせられませんって。大丈夫ですから、本当に。よいしょっと。ああ、たたたた。やだ、手伝うよ、やっぱり。いや、いいんです、いいんです。何、大事な用って。この間僕は意外な場所で君を見かけたんだ。どこで？ゲノム本社だ。ID カードを使って入っていく君を見たよ。それで？それだって。ゲノム本社に入ったからって、それは私の問題じゃなくて、あなたがどう思ったかでしょ？あ、うん、そうだね。いいだろう。あ、でも君はなぜゲノム本社に出入りしている？しかも調べたら君が勤めている病院はゲノムの 100% 出資なのに、表向きは全くの無関係を装っているじゃないか。里美、君は一体何者なんだ？私は私よ。ったく、あんたもハンスもおせっかいだな。あ、ハンスって言えば。なんだよ、いきなり。ちょっと思い出したことがあるのよ。こないだの作戦終了後、ハンスを部屋まで送ってあげたんだ。カンザス作戦の時か？そう。ほら、あの時長かったでしょ？でさ、四五日開けると、ダイレクトメールとかがいっぱい届くじゃない？普通。ああ、春の新作案内とか、不動産の案内とかな。でしょ？なのに、彼の郵便受けには一通も入ってなかった。変だとは思わない？変じゃないよ。そんなことなら早く言ってくれればいいのに。だって、鼻から私を疑っていたわ。悪かった。この間、生体融合型ブーマが存在しているって分かって、それ以来ちょっと不安だったんだ。自分の記憶がブーマに使われているんじゃないかって。ハンス、そんなことで悩んでいたの？あなたも私がゲノム社で行った医学講演を聞けばよかったのに。テーマはテクノストレスと心身症だったのよ。あの時はとてもそんな状況じゃなかった。それに仮に
仮によ、私がゲノム社の人間だったとしても、あなたの前では私は私。ああ、そうだね。僕もだ。ありがとう。ねえ、本気で会わないつもり？マスター、いつもそのグラス磨いてるけど、なんかあるの？なあに、つまらない思い出ですよ。ケンジってば、会わないの？ねえ、うるさいな。血が水より鬱陶しい時もある。マリにだって覚えがあるだろう。私のおじいちゃん病院にいるの。もう4年くらいになるかな。ボケちゃって自分の息子もわからないし、わけのわかんないことばっかり言ってるんだ。それでも生きていてほしいって思うわ。憎いわけじゃないだろ。そうね。さてと、ちょっと香水買ってこなきゃいけないんだ。そのお店早く閉まっちゃうから。誰もそんなこと聞いちゃいないよ。そうよね。とにかくボケちゃう前に会っておいたら。ボケてから会った方がお互いのためってこともある。まったく頑固だな。電話終わったのか。ああ。バカバカしいかくれんぼした後に説教は説得力ねえぞ。説教じゃない。ケンジが納得してくれればいいんだ。マリに言ったことと同じことを言ってやるよ。血は水よりも鬱陶しいんだ。お前も覚えがあるだろ。ない。え？っていうか記憶そのものがあやふやなんだ。言っただろう、ドイツのノーマル時代に大怪我したって。今でもここに破片が刺さってるんだ。取り出せないのか。脳の微妙なところにあるから手術は無理なんだ。おかげで僕の記憶はうまくつながらない。子供の頃の思い出も両親の顔もまるで万華鏡みたいにくるくると変化して捉えどころがない。その方が楽なんじゃないか。みんな嫌な記憶を忘れたがってるさ。そうなのかな。え？嫌な記憶でもそれを持っている君が羨ましいよ。こんなのでよけりゃいくらでもくれてやりたい気分だぜ。記憶のないことを悩む男と記憶があることで悩む男か。いい相棒だな。いい相棒だ。考えてみりゃ、こういう話お前とするの初めてだな。ああ、初めてだ。ね、またかよ。忘れ物か？違うわ、カレンよ。今顔を合わせたくないのよね。さっきロッカールームでカレンの香水割っちゃったんだ。カレンが香水？でしょでしょ。でね、どんなのつけてんのかなって思って手にしたら滑っちゃって。ガシャンか。そう、割るつもりはなかったんだよね。どうしよう、どっかに隠れなきゃ。狭くてもよろしいのなら
これもお願い。スミノフ、ストレートで。何か言いたいことでもあるのか。ちょっと寄っただけよ。あんたの袋さん、孫ができたことをおじいさんに教える前に病気で亡くなったんだって。分かったろ、じいさんがどういう人間か。あのじいさん、相変わらずこうやって吸ってたかい？孫の顔は一度も見てないとか言って、さめざめ泣いてみせたんだろう。とんでもない。何度も会ってるさ、お袋が死ぬ前にな。あのじいさんは最愛の娘が死んだのを信じたくないのさ。孫の俺を引き取れば、嫌顔にもそれを認めることになるってね。そんな。そういうじいさんなんだよ。手を挙げろ！金を出せ？店を間違えたみたいっす。参ったな。失礼しました。何だったの今の。さあ、店間違えたんだろ。本人もそう言ってた。ん？マリーハンス、あなたもよ。なんか吊るし上げみたいだな。じいさんに会わないのが罪か。そりゃ。はい、佐々木。ケンジか。あのじい様なんとかしろ。うちの署はヘルスセンターの休憩所じゃねえんだ。やっぱ班長が一番人間を見る目があるな。ああ？ああ、なんでもないです。でも、班長にそう言われても。これは命令だ。とっととあのじい様を引き取れ。さもないと老人養護放棄で引き取れるぞ。そんな法律ありましたっけ？今作った。分かったな。行くの？行くわけないだろ。一体あのじいさんと何話せってんだよ。恨み事を言ってやればいいんですよ。私の知り合いに突然奥さんに逃げられた男がいるんですよ。何が不満だったんでしょうかね。そいつにもわからなかったそうです。だからね、随分と恨んだそうです。そりゃそうだ、出てった原因がさっぱりわからなかったんですから。酒を飲んでは呪い、やけになってましたよ。やっと落ち着いて何とか奥さんのことを忘れた頃、そう、やっぱり今日みたいな土砂降りの雨の夜でしたかね、突然電話してきたんです。会いたいってね。もちろん会いませんでした。会えるもんですか。そのすぐ後です。亡くなったって知らされたのは。それを聞いてやっこさん、奥さんのアパートへ行ったんですがね、6畳一間の何もない部屋なんです。薄汚れた茶ダンスの中にただ一組のグラスがね、きっと毎日磨いてたんでしょうね。裸電球に照らされて輝いてるんですよ。その女の人、何を思いながら毎日グラスを磨いていたのかな。さあ、ただね、その時会ってやればよかったと言ってました。会って憎しみの言葉でもいい、お前のことは忘れないって言ってやれば、あいつも楽になったんじゃないかって。
私が磨いてもね、ああは綺麗に輝かない。私のはただ光ってるだけだ。会ってあげなさいよ。正直に自分の気持ちを伝えたらいいじゃないですか。その話って本当はマスターの？いや、友達の話ですよ。すいませんでしたね、余計なこと言っちゃって。いや、いいんだ。おかわり作りましょうか。いや、いい。どこ行くの？署に戻るわ。マリー、気にしなくて。本当に？本当は怒ってるんじゃないの？僕は何者なんだ？次回 AD ポリス、お楽しみに。ああ、一体どこまでヤバいんだか。